にちは。スピリチュアルの女神です。ツインレイ女性は女神の力を持つと言われたり、天使のような存在だと言われます。多くの人にとってのツインレイの認識は運命の相手であったり、結婚するまでのストーリーであったりするという認識でしょう。女神の力となるとだいぶ違う話に思えますよね。そこでこの動画では、ツインレイ女性の女神の力とは何なのかということや、女神になる理由などについて解説していきます。ツインレイ女性は女神の力を持つと言われますが、実際に女神のような存在になることがあります。それは周囲の人から見れば天使のような存在にも見えるでしょう。ツインレイ女性は魂を覚醒させるたびにスピリチュアルな力を強めていきます。そしてそれと同時に奉仕精神を強めていきます。奉仕精神とは、他人を救いたいという気持ちや誰かの役に立ちたいと思う気持ちです。実際にボランティアを行うこともあれば、困っている人の相談に乗ったり助けになってあげたりすることもあるでしょう。こうして周囲の人を助けるような存在になれば、女性はまさに女神のような存在になりますよね。実際に女神になるわけではありませんが、多くの人から慕われ感謝される存在となります。そのためツインレイ女性は女神の力を持つと言われるのです。ツインレイ女性はツインレイ男性にとってすごい存在です。ツインレイにとっての使命である人を救うという道は、多くの場合男性が主体となって進んでいくことになります。ツインレイ女性はサポート側に回ることも多いです。しかしサポート側に回るということは、家事や子育てなどを行った上で男性の仕事をサポートすることになりますよね。その大変さはツインレイ男性以上です。そのようにして身を粉にしながら働き、文句の一つも言わない姿はツインレイ男性にとって女神のように映るでしょう。そのため男性こそがツインレイ女性の女神のような力を最も実感することになるのです。ツインレイ女性が女神になる理由。ツインレイ女性は女神のような存在になるという話でしたが、ではなぜそうなるのでしょうか。ここからはツインレイ女性が女神になる理由について解説していきます。ツインレイ女性が女神になる理由は、それこそがツインレイの使命だからです。ツインレイの使命はツインレイ男性と出会って統合することでもありますが、他者を救うということも使命の一つとなるのです。いわば他人を救うことが魂レベルで決まっているため、それに導かれツインレイ女性は女神のような存在になっていくのです。女性自身も他者を救うことで生きがいを感じ、喜びを感じます。その結果、どんどん天使のような存在になっていくのです。感受性が強いからというのも、ツインレイ女性が女神になる理由です。ツインレイ女性は感覚が敏感で、他人の気持ちや感情を察知する能力があります。しかしそうなると、相手が辛い気持ちを抱えていた時に、自身も相手に共感して辛い気持ちになってしまいます。相手の気持ちが分かりすぎてしまうからこそ、女性は困っている人を放っておくことがないのです。そのため自分自身のためにも誰かを救うようになっていきます。ツインレイ女性が天使のような存在になるのは、自分も辛い経験をしているからです。ツイン女性は幼少時代から周囲とは違って特別です。周りの人と同じ行動ができなかったり、大人びた考えを持っていたりするため、集団の中で孤立してしまうことがあります。
それにより子供の時は仲間外れを受けていたという人もいますし、なかなか友達ができなかったという人もいるでしょう。また様々な困難が訪れ、辛い出来事を経験しているという人も多いです。そのようにして辛い経験をしているため、ツインレイ女性は同じような境遇にいる人の気持ちが痛いほどわかります。そのため苦しんでいる人を放っておくことができず、女神のような存在になっていくのです。ツインレイ男性と運命共同体だからこそ、ツインレイ女性は女神の力を持つようになります。ツインレイ男性もツインレイ女性と同じように他人の救いになることを使命としています。それにより仕事を変えてまで人を救おうとする人もいるものです。ツインレイ女性とツインレイ男性はずっと一緒にいることになるため、自然とそれについていくことになるでしょう。ツインレイ女性としても男性がやることを素晴らしいことだと応援できるため、結果として人を救うという道を歩むのです。ツインレイ男性が抱える闇とは孤独感です。ツインレイ男性は幼少期の頃から集団に馴染めないという経験をしていることが多く、ずっと孤独感を抱えているのです。しかしツインレイ女性がその孤独感を埋めます。女性の存在や女神のような優しさによって、ツインレイ男性の闇は徐々に晴れていきます。だからこそツインレイ男性とツインレイ女性はこの世に一人しかいない運命の相手なのです。ツインレイは統合することを悲願としていますが、出会ってすぐに統合できるわけではありません。付き合いの中で様々な試練を二人で乗り越え、ようやく統合することができるのです。様々な試練を乗り越えることで、二人の魂は徐々に磨かれていきます。そうすることで徐々に人を救うという使命を自覚します。そのため出会ったばかりの頃はそこまで人を救いたいという気持ちが強くないことも、しかし出会って時間が経ち、統合を果たす頃にはその気持ちが強くなっているものですので、仕事面で大きな変化が起きることになります。ツインレイ女性は実際に女神のように人を救うことになるということが分かりました。多くの人から感謝されますし、尊敬もされることになるでしょう。今はその自覚がなくても、統合が近くなることで自然とその気持ちが強くなっていくものですので、その時を待ちましょう。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。